最後にピナやりまして、パーティーこんな感じで、なんかミッションあるみたいで、なんかあの多属性入れてこいみたいな感じで、パンドラ入れていこうと思う。でまあパンドラといえばやっぱ友情も強いし、まああとは、ドレイン持ってるから、まあドレイン3体入れておけば結構こんな感じね。じゃあはいはい、まあ勝ちてるんだったらまあ貫通1体だったらまあ大丈夫です。大丈夫だね、さすがに。これでこれ硬っ、で透明スイッチだから、あ、これ降ってくるわね。じゃあ、透明スイッチで出てくるこれ倒して、これ裏原強いね、多分。なんなら殴りも強いし、友情通んないのかなこれ。で透明が解除されて上倒して、あ、弱点効果アップ。じゃあこれ玉ねぎ同時処理なのかな、あれ、これもしかしてボスも地雷持ちじゃないといけないみたいな、そういう感じ。これで、私といえばミラカナ縛りの人みたいな感じで有名だけど、まあ今回はビナー縛りみたいな感じ、まあ、ビナー縛りじゃないけど、まあまあ縛りといったらもうニラカナで多属性入れてめちゃめちゃ火ダメをめちゃめちゃ受けるみたいな感じで、まあそれ結構慣れてるから、まあ火ダメとかには結構あまり、ここ多分火ダメめちゃめちゃ痛いよみたいな聞いたから、まあ火ダメはねそんなに全然多分気にしないと思うんですよね。まあ、さっきなんか2万ちょいみたいな感じで食らってたけど、で、あー、これね、じゃあこれでこういって、はいはいはい、で、で、今月もしかしたら別ゲーの配信するかもしれないです。動画これあれだな、はい、あ、友情通るんだねこれ普通に。で別ゲーの動画を配信しようかって配信しようかなって思うんですよね。これでこれでで これで、ああ完成できるのね。でもしかしたら明日あたりとかに、まあモンストのネットとかがまあなくなった場合、別ゲーの配信するかもしれないね。で、はい、チャージショットが雑魚に刺さるんだったら普通に裏腹めちゃめちゃ強いのね。これでこういう感じ。これで右下でこれ倒す。でこれ出てるから、これ絶対これ透明になっちゃうかな、これ。これ地雷持ってないとワンパンできないのか。じゃあこれで、はいはいはい、でこれ効果アップする。
で、ちなみに、私、今、明日、今日も、これも、これで、これで、私、これ、今、これ、撮影してるのが、これで、動画撮ってるのが、これで、これで、こういって、動画撮ってるのが、2月の9日なんですけども、まあ、多分これ動画撮ってる、動画公開されてるのが多分2月10日あたりだと思うんだけど、私ね、誕生日がもう、2日3日くらいなんですよね、あともうちょっとで。てか、殴り強っ！もうちょっとなんですよね、2月の12。もうちょっとで、もう私、またおじさんになるみたいな感じで、年を取るみたいな感じでなんですよね、もうまた、お年になるみたいな感じで。普通に弱点なくても、ダメージ、入るんだね。じゃあ、で、火ダメ痛い。これで、はいはいはい、もしかしたら誕生日の時、誕生日配信みたいな感じでやるかもしれないね。なんかライブみたいな感じで、その時もしかしたら遊びに来てもらえれば嬉しいです。で、上の魔法陣、うわー、ここで魔法陣か。じゃあ、とりあえず価値から倒さないと多分全然ダメージ入んないから、これで挟まっておけばまあ大丈夫で、弱点復活する。玉ねぎ、これ確か即死だよね、さすがに。で、こうやって弱点殴ってくれれば、締めといきましょうか。はいはいはい、火遊び紅姫、呪術燃えろびなファイヤーみたいな感じで、もうまあ、多分動画のタイトルも燃えろみたいな感じでなってると思う。それで、はい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 、あー、やっぱこれ地雷持ち弱みたいな感じだね。地雷持ちじゃないと全然ダメージ入んない。で、まあこれあとも適当でしょ。そしたら、地雷持ってきて、さすがに倒せないか。じゃあ、多分これでいくんじゃないかな。はい、終わった。みんなとなら必ずこの世界を守れると、という感じで、まあ普通に、まあ裏腹普通に強かったね。まあそんな感じで、まあそんな大したむずくなかったね、あのビナーは。まあめちゃめちゃなんか簡単みたいな感じだったね。まあそんな感じで終わります。ごきげんよう。